デザインと愛だっていう、まずこうデザインって受け入れるところから全てが始まると。自分の体を目いっぱいセンサーにして、あらゆることを自分の体に吸収するっていうつもりで生きるっていうのがいいんじゃないかなと思ってて、全てのものを受け入れるってことは愛でしか返せないねみたいな気がしてて。考えるのが趣味って言ってもいいかもしれないです。なんか毎回こう答えを見つけるというよりも、むしろ考えを頭の中で星のように、残しておくっていうか、考えの量が多いほどアイデアは生まれるっていうふうに思っているので、学生たちと共にやっていくと全く違った発想が出てきたりとか、頭の中でどんどんこう、拡張される、ヒントになっていく。授業の中から新しい発見をいつももらっています。このレンジローバーになってから地方に出ていくことがすごく多いです。よく考えが整理できたりするっていうのも実は車の中だったりもするっていう。デザインの場合 80% をデザインして 20% の使い手の人たちが関われる隙間をどうやって用意するかってことをデザインのコンセプトにしている。プロクセスはね、変えた時にすごい感じるものがあったんですよ。スムーズに転がってるっていうのが感じれるんですよね。タイヤが転がる感覚がすごく体にフィットした頃に、音は静かになってものを考えるっていうのに本当に邪魔しない空間が生まれたっていう。いい道具ってこういうもんだなっていうのをすごい感じるタイヤでした。こいつになってから仕事の距離の問題っていうのがすごく解消されて、いろんな人たちから仕事を受けても楽しくいけるんじゃないかなと思ってます。